こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、夏に活躍する 夏コモのベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしたいと思っています。撮影をしている今現在なんですが36度を超えるようなかなり暑い日なんですね。まあそうなると今こういったアウターとか着てますがもちろんですね外ではこんな感じのものは着れないわけですね。まあ半袖短パンだとかかなり着こなしがシンプルになっている方少なくないんじゃないのかなと思っています。僕自身ですね夏のオシャレというとまあオープンからャツ 着着たいだととか小綺麗な着こななこしをすするるるもあるんですがやははりベースとなるのは半袖短パンめちゃくちゃシンプルになるんですよね。それはそれで NG というわけではないんですけども、どうしても物足りないなとか、おしゃれ感がちょっと乏しいなと思うことは少なくないので、そこで活躍してくるのが、まさしく夏小物というものなんですね。これは冬よりもかなり重要度が高くて、冬だと先ほどもお伝えした通り、いろいろアウターを着たいだとか、重ね着をしたりだとか、いろんな方法で で、着こなしの退屈さをですね、ある程度紛らわすことができるんですが、一方で夏になると着用点数が少ないので、より一点ずつの小物が重要度が高くなってくるんですね。ですので今回は夏に活躍するような小物ですね、皆さんに全力でお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業見をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、実際にベーシックな着こなしからスタートをしまして、いろんな小物を足すことで、どう見え方が変わってくるのか、このあたりをですね、見ていただきたいなというふうに思ってます。まずベースはですね、僕の動画の中でもよく出てきてます、ユニクロ U のクルーネックのオーバーサイズ T シャツですね。 このブルーという色がすごく良くて、えー、皆さんにもご紹介しましたが、こちらを上に着ています。そしてボトムスはタックテーパードパンツですね。最近ユニコーンの中で僕が最も気に入っているボトムスで、まあ、この2つですね、今季のユニコーンの中ではベストバイだなと思っているんですね。その2つを合わせて、えー、靴はですね、白のレザースニーカー。 コンバースのオールスタークップですね。これを合わせました。まあ着こなしのベースとしては、決して悪くはないんだけども、ちょっとこう、花がないというか、ベーシックかなと思ってですね、僕はこれだと物足りないんですね。ここに小物を足していくことで、どう見え方が変化するのかというところをですね、まず見ていきたいなと思うんですが、一つ目のですね、小物。まず見ていきたいのは、腕回りが寂しいなというところなんですね。今、何もつけていません。 これだとどうしてもですね、シンプルすぎてしまうなと思うので、まずはですねえ、左腕に時計をつけたいと思います。僕は普段ですね、時計めちゃくちゃするかというと、夏場は絶対にするんですけども、冬はしないことも多かったりします。仕事で外出する時ぐらいしか、あまりこう腕元が見えないので、僕は時計しなかったりするんですが、春夏に関してもマストですね。 こんな形で腕時計をしました。時計というのはもうこれは装飾品だと僕は思っていて、あんまり時間を見るということはしなくて、もう着こなしのアクセントとしてこのようにつけることが多いですね。これだけでもだいぶ雰囲気変わるかなと思います。続いて右手、何にもつけないでももちろんいいんですが、僕はですね、夏場は必ず バングルだとか、あとはですね、ブレスレット、こういったものをつけます。ブレスレットとバングル、これはお好みでいいと思うんですが、ブレスレットの方がちょっと揺れる感じがするので、よりですね、華やかな印象になるんですね。まあ僕はちょっと色気が強いなと思うので、バングルでしっかりと止めてしまった方が、割と大人の男性には似合いやすいかなと思うので、バングル派なんですが、今回はですね、ちょっと細身のバングルにしました。僕はバングルいくつか持ってるんですが、今回はトゥアレグのこのようなバングルですね。 これ非常に使い勝手が良くて細いんですよね。太いものの方が個人的には好きなんですが、そうすると結構賛否両論があって、そんなにこう強くない個性というところでは、こういった細身のバングルが使いやすいと思います。どうでしょうかこれだけでもだいぶですね、雰囲気変わったなと思いますね。こんな感じです。はい。T シャツのスタイルにバングルと時計が加わるだけでだいぶ変わってきますね。あと僕は指輪ですね。これ指輪はまあ結婚指輪なんですけども、1マスというブランドの のものをですね、結婚当初に買って、今でも大事に使ってます。かなり年季が入ってきましたが、まあ、ちょっとこうファッションリング的な感じなので、えー、このような形で付けてあげてもいいんじゃないのかなと思います。まずはこのように手元ですね、ここを彩るだけでだいぶ印象が変わるということをぜひ皆さんにもお伝えできればなと思ってます。T シャツのスタイルでもそうですし、あとは半袖のシャツだとか、リネンの長袖シャツを腕まくりだとか、すべてのスタイルにおいてこのような 時計とバングル、そしてまあ場合によっては指輪、このあたりは使えるアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、この中で、まあ、せめて時計だけでもいいと思うんですよ。時計は正直キザな感じとか全くしないので、時計ちゃんとしたものをするのもいいと思いますし、 アップルウォッチもすごくいいと思います。アップルウォッチは結構バンド次第で見え方が全然変わるので、過去に僕が動画を撮っています。アップルウォッチのバンド選びだとか、どのような画面にすればいいのか、このあたりもすごく重要なので、そのあたりは過去の動画を参考にしていただければなと思います。あとは成功プロスペックスとかね、そういったところでもいいかなと思うので、一つちゃんとした時計を揃えていただくといいかなと思います。 そして、まあ、プラスアルファでバングルだとか指輪は、まあ、あってもなくてもいいんですが、よりおしゃれ感が出せるかなと思うので、トライをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目なんですが、今度変えたいのはですね、この白レザースニーカーですね。 これはこれで決して悪くはないんですよ。オーソドックスで一年中使えるような鉄板アイテム。しかも夏場はですね、白レザースニーカーってより清潔感があって、僕はもう使い勝手抜群だと思うんですが、どうしてもですね、着こなしがシンプルになりがちというところと、季節感はそんなに出ないんですね。一年中使えるアイテムなので、ちょっとこう雰囲気変えたいなという時には、白レザースニーカーじゃない方がいいと思ってまして、まさしく小物の一部であるですね、靴は変える意義があるのかなと思います。 じゃあ何を履けばいいのかっていうと、これもね、以前ちょっと動画で撮ったので、ぜひ参考にしていただきたいんですが、まあ夏らしさを出したいということで、サンダルかなと思うんですね。まずはですね、このようなビルケンシュトックのサンダル、今年はすごくですね、多くなっています。これはエディフィス別注のやつで、チューリヒというモデルなんですね。こんな具合で足元変えるだけでも、だいぶね、印象変わるかなと思います。 ちょっとリラックス感のあるような靴になりますね。ブラックのパンツを合わせているので、ちょっと綺麗めな着こなしになりますが、こういったチューリッヒとかを合わせてもいいと思います。レザーのサンダルというと、カジュアルなんだけども、適度に大人っぽさというところが出るのが特徴かなと思います。一方で、もうちょっとですね、スポーティーに振るのもいいかなと思っていまして、そこで活躍するのが、これですね。他オネオネの ホパラというモデルをですね、最近買い足しました。このあたりのジャンルというのも結構ですね、いろんなものがバリエーションありまして、ナイキのエアリフトとか、そのあたりでもいいと思うんですが、今回はこのような、ちょっとスポーティーなですね、厚底系のスポーツサンダルを買いました。はい、こんな感じで、 足元変わるだけでもだいぶ変わると思いますね。僕も結構この手は使うんですが、着こなしはシンプルなんですよ。T シャツにこういったブラック系のパンツ、短パンとかでも全然いいんですけども、着こなしはシンプルで、そこのつまんなさを小物で変えていく。靴なんかは顕著で、これ変えるだけで一気にトレンド感が出ると思うんですよね。 こういった白レザースニーカーは全くトレンド感ってないと思うんですよ。ザ・定番というところで悪くはないです。そこから一歩中級者に向かって何か変化をつけるのであれば、スニーカーとか靴、足元を変えるというのは一つ方向性としてはいいんじゃないかなと思います。個人的にはね、今これが一番しっくりくるんですが、どうでしょうか。より綺麗めに振りたいなということだったら、じゃあ何がいいかっていうと、皆さんもご存知、 こういったグルカサンダルですね。グルカサンダルはまあ今季的、ここ数年はトレンドアイテムとして出てきていますので、こういったものを足してあげるのもいいと思います。全然足元変わると、着こなしの雰囲気も変わると思いますね。レザーサンダルなので、まあ、これまで2つご紹介しましたが、その中でもこれは最もドレス寄りというか、綺麗な雰囲気ですね。はい、どうでしょうか。こんな感じでレザーサンダルを合わせてもらうとかなり上品なスタイルになります。 T シャツのスタイルなんだけど、なんかちょっと大人っぽいかなっていう感じがします。これ今季、ビューティアンドユースのオリジナルで買ったものなんですが、1万円台前半で買えて、かなり質がいいですし、デザインも癖がないので、これから数年単位で使っていただけるようなものなので、まあ、かなりおすすめかなと思いますね。ソールも結構厚みがあって、履きやすいです。はい。こんな感じで足元を変えてあげると、だいぶですね、おしゃれ感増してくるかなと思うので、ぜひ皆さん試していただければなと思います。 はい、続いて3点目はですね、これまた僕の中ではマストアイテムで普段使っていることが圧倒的に多いですね。まあ、動画ではあんまりこうかけることはないんですが、サングラスですね。この夏小物は本当に欠かせないアイテムかなと思います。ちょっと装着したいと思うんですが、こんな感じですね。まあでもなんか YouTube の中でも時々書けますよね。 なので、皆さんも少しずつですね、この、え、大山旬のですね、やから感をですね、見慣れてきたところかなと思うんですが、まあ、これはね、絶対使った方がいいと思います。というのも、サングラスっていうと、結構いかつ印象があるかなと思うんですね。レンズが濃いと、やっぱり強いんですよ。僕もサングラス大好きで、いろんなものをかけていたんですが、 ちょっとやっぱり強いよなというのがあるのと、意外とですね、室内に入ると、サングラスだと、なんで眩しくないのにかけてるのという目線が気になるので、なかなか最近はつけなくなってしまったんですね。 一方で、今僕かけてるような、こういったカラーレンズタイプのものですね。まあレンズ僕は変えたんですけども、サングラスの中でも濃度をめちゃくちゃ低くして、ほぼですね、透明に見えるようなレンズですね。これに変えてもらうことで、だいぶですね、室内とかでもかけやすいですし、いかつい感じがしないですね。 このようにこう、瞳が見えるような状態の方が安心感があるし、しかも顔周りがちょっと盛ることができるので、そうするとおしゃれ感っていうのが一気に増すかなと思いますし、カラーレンズということで夏の雰囲気も漂うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。 僕はですね、普段視力そんなに悪くはないので、えー、メガネ必要ではないんですが、このようなサングラスなんだけども、ちょっとカラーが入っていて、トレンド感ありつつ、眩しさも軽減できるというところでは、もうこのようなカラーサングラスはめちゃくちゃ重要なので、ぜひですね、小物として皆さんも取り入れていただければなと思っています。まあ、ちなみにこのようなカラーサングラスなんですけども、まあ、いきなり高いの買うのはハードル高いかなと思うので、お近くのゾフだとか、あとは個人的におすすめなのが、 ユーティアンドユースですね。ここで取り扱いのあるようなカラーサングラスすごくいいので、ぜひですね、だいたいまあ1万円から1万5千円前後でですね、このようなカラーサングラスを買うとすごく使い勝手がいいので、トライをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアプローチなんですが、これはですね、バッグなんですよね。バッグという小物を ファッション的に使うという方法がありまして、例えばどんな形かというと、ショルダーバッグなんですね。はい。このようなショルダーバッグ、僕はですね、愛用しているのはアークテリクスというブランドのもので、この動画の中でも皆さんにはご紹介しましたが、こういったショルダーバッグをですね、着こなしの中に取り入れるだけで退屈な着こなしがだいぶ変わってくるんですね。ちょっと使ってみましょうか。はい。 これね、斜め掛けなんですけども、後ろに持ってくるのもいいんだけども、このように前に持ってきちゃうっていうのが一つの方法なんですね。どうでしょうかこれだけでも、だいぶですね、こう、着こなしの退屈さというところが、えー、紛らわすことができるかなと思います。 これ、白 T なんかに使うのもすごく有効なんですが、このような気がして、割とこう、アウトドアの雰囲気もありつつ、今のトレンドにも合っているので、すごく使いやすいかなと思っています。僕は今、アークテリクスを使っていますが、他にも、ノースフェイスだとか、ノースフェイスのパープルレーベルのものだとか、そういったものも使いやすいと思います。あまりに大きすぎるのはバランスが悪いので、まあだいたいこれぐらいですね。両手が収まるぐらいの大きさがバランスがいいかなと思いますし、あとはですね、この紐の長さですね。これも結構重要で、 長すぎちゃってもダメなんですよ。このあたりにあるのもちょっとやぼったいし、短すぎるのもまたちょっとなんか窮屈な感じがするので、大体いいですね、溝落ちぐらいにですね、このバットの中心が来るのが理想的かなと思います。で、この位置よりは少しですね、 体のこう側面にずらしてあげるというのがポイントなので、こんな感じで持ってもらうといいんじゃないのかなと思います。ただこの持ち方はですね、似合う似合わないがあるので、ちょっとスポーティーな雰囲気が似合う方、アクティブな雰囲気の方だったら似合うと思うんですが、真面目な感じの方だと、ちょっとこの着こなしって難しいので、そういう場合はもう後ろに持ってきちゃっても全然いいと思います。こんな形で後ろに持ってきてしまうのもいいのかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、このような小物、ショルダーバッグですね、うまく着こなしの中に取り入れながら、 アクセントを作っていただければなと思います。まあ、ちなみにこれにカラーサングラスをかけてもホワイトバランスがいいですね。うん。ちょっとなんかフェスに行けそうなテンションになってきましたね。このような感じ僕も好きなので、まあ、ちょっとこういったショルダーバッグが入る場合は、まあ、グルカサンダルよりはもうちょっとスポーティーな方がいいかなと思うので、僕は靴はですね、ホパラにしようかな。他オネオネとかナイキのエアリフトとかそっち系の方がなんか相性がいいと思いますね。 ま、これにですね、短パンもあると思います。裏道の短パンなんか合わせてもらってもいいと思うので、この着こなし、あ、いいじゃないですか。はい。ちょっとこう、カジュアルな休日というところで、ぜひ皆さん使っていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目の小物なんですが、これですね。帽子。帽子もね、結構あると便利なんですよね。 僕もね、ちょっと帽子って去年まではしばらくご無沙汰していたんですが、今年になって結構被るようになりました。本当に日差しよけの効果もあって、そういった意味でも使い勝手もいいし、着こなしの中のアクセントとして、あるかないかで全然変わってくるんですよね。特に僕は半袖短パンみたいなスタイルの時って、どうしてもシンプルすぎて嫌だなと思うので、このような帽子を被ります。はい。こうするだけでだいぶまた雰囲気変わりますよね。 はい、どうでしょうか。今フルマックス盛りなので、ちょっとやりすぎ感はあるかもしれないので、そういう場合はちょっとこれ抜きましょうか。ショルダーバッグを抜いて、これぐらいだったら僕はバランスがいいかなとは思いますね。まあ黒系の無地だとか、ちょっとプリントが入ってるぐらいのもの。まあ僕はちょっとプリント入ってるのは難しいので、黒無地とかでいいと思うんですね。 ユニクロだとか、あとは結構 H&M とかそのあたりもよくやってたりだとか、ザラでもやってるので、このようなブラック系の無地のキャップですね。意外と大人の男性にも似合いやすいので、 こういった形で着こなしのアクセントにしてもらうのもいいんじゃないのかなと思います。特にスポーツミックスみたいなスタイルの時にはこのようなキャップがすごく生きてくるので、ぜひね皆さんもですね、食わず嫌いをせずに、まあやっぱり最初は見慣れないとは思うんですけどね、あのそんなに高くないものを買って日常的に使いながら少しずつ目を慣らしていくといいと思います。必ずですね、数回被ってるとどんなに似合わなく感じてもそれなりに様になってきますので、まあそのあたりを 頭の片隅に置きながら、ぜひですね、キャップもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、僕自身もね、キャップはすごく大好きで、今いくつか持っているんですが、まあ、こういったものに慣れたら、ベージュにしてみるだとか、他の色にしてみるのもいいと思うんですが、まずはブラックが圧倒的に使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも、キャップ、アクセサリーの一部として使っていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、夏の退屈な着こなしに効く、 夏コモ5000ということで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあどれもですね、僕にとっては夏めちゃくちゃ重要なんですね。 特に腕回りなんかはですね、冬になるとそこまで見えないので、もう時計すらしない時もあったりするんですが、夏は間違いなくですね、こういった腕元だとか、あと足元ですね、そういったところは目立つので、ぜひ皆さんもですね、そういった先端部分はですね、意識をしながら、今回ご紹介した小物、着こなしの中に取り入れていただければなと思っています。もちろん5点全部使う必要はないので、この中からせいぜい2個ぐらいでも使ってもらうと、だいぶですね、 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますまたもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説はですね僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています こちらのチャンネルでは週に1回ですね、ライブ配信もやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなかですね、動画を見ている時間がないという方はですね、オンラインサロンというものも主催をしていまして、そちらでは写真ですとか文章をベースとしながら、サクッと1分ぐらいで読めるような記事をですね、皆さんにお届けしていますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。